どうも、バレンシアのオーナー、バレンシア良くする気なんてさらさらない。で、楽しみだよ、サトボールでーす。ね、もう調べれば調べるほど闇出てきますよね。なんか実際にね、素人から見たらダメだけど、内側の人はちゃんとやってるみたいなパターン、まああるっていうか期待するじゃないですか。ただバレンシアに関してはね、オーナーの娘が、あたいたちの会社なんだからうるせえみたいな、ファン口出すなみたいな、実際にコメントしちゃってますんで、めっちゃもったいないなというふうにそういうふうに思います。というわけで始まりました、トークザフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日のテーマはこちら。1920ベスト補強ランキング取っておいてよかった選手から分かる取るべき選手というわけで、この選手取ったからうまくいったなっていうだけではなくてですね、こういった、まあ取っておいてよかったっていう選手たちの共通点から、あ、じゃあこういう選手を取るとチームっていうのはうまくいくんだっていうのが分かるとですね、まあ今後応援するチームだったり注目するチームがこう、今ね考えてる補強とかですね、発表された補強がいい補強なのか悪い補強なのかっていうのを、まあ判断したり考察する上で、役立つかなっていうふうに思って、動画作らせていただきました。最後まで楽しんでください。というわけで行きましょう。10位からですね、7位まで一気に発表したいと思います。10位、ダニ・セバージョス、9位、ロメル・ルカク、8位、マルコス・チョレンテ、そして、7位、マタイス・デリフトというわけで、なぜかフルネームで言う流れになったんでね、全員言えるか途中まで心配でしたけど言えました。というわけで、まずはですね、アーセナルに加入したセバージョス、もうレンタルだったんでね、一応今、レアル・マドリードに席は戻ってしまっています。まあ、キックの精度とかですね、ボールを受ける位置とかにはまだ改善が必要な感じなんですけど、それでもですね、加入当初よりも、かなりですね、まあチームのためにと言いますか、結果につながるようなこうね、うまいなっていう風に見せるだけじゃなくて、その技術がですね、きちんとチームの結果につながるような、そういった出し方をできる選手になってきています。なんでそういったところでアーセナルで一番ね、中盤で時間を作れる選手というとセバージョスになります。なんでアルテタのね、まあ、哲学上こういった選手は非常に必要になると思いますので、レアルマドリードからですね、獲得できるのか、もう1年レンタルするのか分かりませんが、めちゃくちゃ重要な存在になると思います。なんでこのね、ダニ・セバージョスのですね、弱さ、ちょっとカバーリング範囲の、まあ、狭さだったりですとか、守備頑張るんですけど強度が高いわけではありませんので、そういった相方を見つけられるか。今ねセバージョスがキープ力高くて、あまりねジャカにそういった負担をかけなくていい、ジャカに無理やり預けてジャカも失うみたいなですね、まあ、そういったシーンがまあ減ってきてるっていうのは、まあ、ジャカの技術のアップもありますけども、今後はそういったね、セバージョスの弱点をですね、補完できるミッドルダー、アトレチコのトーマスとかワトフォードのですねドゥクレとか、まあ、こういった選手が上がるのは、まあ、必然だと思いまして、徐々にアルテタのチームがですね、まあ、完成に向けて一個一個ピースを集めている段階なんだろうなというふうに思います。というわけで続いてのルカクなんですけど、このルカクのサイズとですね、まあ、技術があって、まあ、技術に関してはですね、ポストプレーがですね、結構安定するようにもなってきまして、こういった選手がですね、運動量あって、オフザボールもですね、ちゃんと的確なところに動こうとする意思があるっていう、ほんとね、もうこのサイズと技術がある割にめちゃくちゃ頑張って、頭も使ってプレーしてくれる選手じゃないですか。この選手がですね、まあ、ちゃんと、コンテの言うことを聞く。結構ね、もうルカクさん来てくださいよみたいな感じで、もうユナイテッドとも交渉して、なんとか取ってきた選手ですけども、自分のチームだったら、お前そこちゃんと走ってねえだろうっていう風に、ピッチ脇からコンテが叫んでるみたいな。それにルカクもちゃんとね、わかりましたボスみたいな感じで走ってるのがですね、すごい可愛いなっていう風に思いまして、で、今季はね、まあ、全部のね、コンペティション合わせて30ゴール以上取ってるっていうのもですね、まあ、大活躍の証だと思いますし、来季も楽しみになります。このね、ユナイテッドのスール・シャール監督、もともとルカクユナイテッドいたんで、スールシャールがこう腐ったリンゴ発言、腐ったリンゴがいるとチーム良くないみたいな、そういう選手は今はいないからって言ってて、抜けてったのがルカクだったりサンチェスなんてこの辺じゃないかって言われるんですけど、ルカクもサンチェスもインテルでのですね、働き見てるとめちゃくちゃ頑張りますし、ね、サッカー IQ 高いですね、あそこに走ってくれたかとか、あそこにボール受け入ったかみたいな、そういった動きめっちゃあるんですよ。で、逆にユナイテッド見てると、なんでそこいるのラッシュフォードみたいな、うん、そういうシーンが多いんで、ってなると、これルカク・サンチェスが悪いみたいに、スールシャルのコメントを見ると、読むと邪推する人多いと思いますけど、実際にインテルで二人がやってる動き見ると、これその人たちを腐らせたスールシャル大丈夫みたいになっちゃうんで、なんかその辺なんかをですね、皆さんも、ご自身で考えてみてください。というわけで続いてマルコス・ジョエンテ。マルコス・ジョエンテに関しては前線に起用されて覚醒した感じがありますよね。まあ今だとサイドハーフ、ツートップの一角使われていますけれども、アトリチコ戦のですね、ゴールが、まあ、フロックじゃなかったと言いますか、あ、こっちが持ち味だったのね、みたいな。前線で動き回ってですね、突破もできる選手だったんだ、みたいな感じですね。で、この突破できるって言うと、めちゃくちゃテクニシャンのイメージ皆さん出てくるかもしれないですけど、ほんとですね、マルコス・ジョエンテに関してはもう熱血テクニシャンみたいな感じで、
常に結構バタバタしてるっていうか、なんかあの余裕なさそうなんですよ。うおー走ってドリブルでうおー抜いて、でそれでもゴール前のクロス、あ見えてる、いつ見たのみたいな感じで、でも一応クロス繋がってるみたいな、なんかそういうですね、なんかひらりとかわすというよりドカドカドカ抜いたみたいなね、こぼれ球もゴチゴチゴチってなって、あーマルコスチョレンテの方のボールになったみたいな、でもそれでも結局は結果出すみたいな、で一生懸命頑張って守備もね、切り替えのところ走りますし、ハイプレスのところも2度追い3度追いしますんで、結構あのあんまりね見かけないタイプの選手なんで面白いと思うんで見てみてください。で7位デリフト、デリフトに関してはちょっとまあ期待外れとは言わないまでもね、期待通りやっぱりすごい若手入ってきたなっていう感じではないと思うんですよ。ただユベントスに関してはあのボヌッチ、キエリーニがいて、そこにデミラルというですね、今季怪我してしまったんですけれども、シーズン序盤は、デリフトからスタメンを奪っていた選手がいました。で一応ルガーニもいて、デヨングがいてっていう感じのこの5枚のセンターバックで、ルガーニちょっと頼りないんで、ってなるとキエリーニ、デミラルが怪我したこの状況でボヌッチ、デリフトでですね、まあ今季はだいぶしのぎ切ったっていう感じがあるんですね。なんでこのデリフトを取っていなかったら、もっと取りこぼした試合だったりですとか、チャンピオンズリーグ敗れてしまいましたけれども、ここまでも来れていないかもしれませんので、デリフトのですね、まあ貢献、まあね、この獲得しといてよかったっていう風に言っていいと思います。なんで来季はですね、デリフトの持ち味、もっとアヤックス時代はボール運んでいたりですとか、逆サイドに展開とかもしていましたので、そういった攻撃面で司令塔になる役割、やっぱりね、若手で入ってきて、結構キエリーニがね、インタビューで、なんか今のセンターバックペップの影響でもう迷ってるみたいなね、まずは止めてからだろみたいな、そういう哲学のところに入っていったんで、こうね、あの、アヤックス時代にやってたような、ちょっとね、俺が中心数みたいなプレーはちょっとできなくなってたと思うんですけれども、ただね、やることやってたらそういったプレーをですね、キエリーニはさすがという、なんならキエリーニが運びますからね。なんでそういったところで、こうデリフトがですね、2年目にね、あの、本格化するみたいなところが見られると思いますので、楽しみにしてみましょう。というわけで次は6位から4位までです。6位、ハーランド、5位、久保建英、4位、フェラン・メンディーというわけで、はい、ハーランドに関してはドルトムントにですね、まあ冬に加入しまして、加入後得点を量産しましたね。ほんとなんか分かりやすくあだ名つけると、ポジトラ番長っていう感じで、攻撃に切り替わった瞬間に、もう相手が一番嫌な、フォワードに走られたら嫌な場所に、もう全速力であの巨体でダー走っていって、そこでボールを引き出そうとすると。そしてサンチョ以外の選手だったらスムーズに出してあげるみたいな。サンチョだと持ちすぎて、あー出してくんないんすね先輩みたいな感じで、ハーランドになっちゃうんですけれども。で、このハーランドの良さっていうのは、そのね、切り替えだけじゃなく、押し込んだ状態でも、まあサイズがありますし、あと死角に入れる。あの巨体で、シュートの精度もあって、その選手がちゃんとですね、相手のディフェンスとの駆け引きの時にですね、死角に入って、相手のディフェンスがハーランドとボールをですね、同一視野に入れられないようにするんですよ。なんでボール見てたら、あのでかい巨体で死角から来られたら、おっとっとって絶対なるじゃないですか。なんでその辺がですね、ハーランドの得点量産の理由で、もともとパコアルカセル、ね、あの、今度ね、久保と同僚になるストライカーですけど、この選手がいて、この選手も悪くなかったんですよ。ただ、90分通して出すとそんな良くないみたいな。途中から出てくるといいみたいな感じで、やっぱりここサイズとかフィジカルとかそういうね、馬力の差ってあるんだろうなと思いますね。相手が疲れてくると集中力がなくなったりですとか、あの、フィジカル的にですね、まあ疲れてきて、ね、パコアルカセルのこう、ちょこちょこっとした動きについてこれなかったりですとか、パコアルカセルでも結構競り勝てたりとかするんですけども、どうしても相手もフレッシュな状態だと相手の守備強度が高くてなかなか完全にフリーになったりですとか空いてるところに飛び込みにくいみたいなそういったところあると思いますのでこういうハーランドとかオルンガみたいな相手がですねベストな状態でもそれをねじ伏せるパワーがあるっていうのはですねまあほんと才能の世界になりますけれどもやっぱりね欧州のトップレベルで語られる選手になるには重要なポイントなんだろうなっていうふうに思います。で久保建英もう久保のね特徴とかいろんなところはもう動画でいろいろ話してますんで今回はマジョルカ目線の久保っていうところでほんと久保のおかげで残留っていうですね、まあ、夢と言いますか、ね、目標が最後までですね、こう現実的なもので、あり続けたのかなっていうふうに僕は思いますね。まあ最初の頃は使われなかったりしましたけれども、それでもですね、こう試合をね、線で見た場合ですね、久保使った方がいいっていうふうに、見えるような、まあそういったチームの作りでしたし、現に久保もですね、そこ決めてくれてればアシストついたみたいなシーン、たくさんあったのは皆さんも覚えていると思います。でね、マジョルカの問題としては、デザイン性のない、攻撃。このね、サイドの選手が、サイドバックもサイドハーフもこう、ワイドに張ってしまう、ワイドワイドの現象になってしまって、中がぽっかり開いて、相手をですね、きちんと段階的に崩すことができないんですね。で、それをできる選手が、久保建英だったっていうのと、久保が右サイドでボールを持った場合に、逆サイドから入ってくるダイアゴナルランをしてくれる選手がいないんですね。なんで、久保のですね、まあ、数字が足りないとかそういう風に言う人は、こう、チームの構造的に、久保が数字取るの相当むずいぞ、この構造。PK も蹴らしてもらってないし、みたいな。
まあそういったところをですね、ちょっとこう度外して言ってる人が多いんだろうなって僕は思います。なんで久保はやることやったと。で、この久保を使った戦術っていうところで、途中からですね、ポソっていう、まあウィングバック、サイドバック、まあここできる選手と、クチョっていうですね、クチョエルナンデスが入ってきたことによって、こう541を使うと、ウィングバックで、今までサイドバックが上がってこなくて久保の外側のサポートがなかったのが、ウィングバックが高い位置を取って、なおかつね、ある程度突破もできるポソが入ったことによって、右の幅取れますし、左サイドからはクチョがですね、入ってきて、さっき言ったような、このね、斜めの走り込みをしてくれて、久保のですね、まあ、左からこう蹴る、アルバとメッシみたいな、そういったことをやれるようになりましたので、なんでその最適解をもっとですね、早く見つけて使っていればですね、マジョルカの残留もあったと思うんですね。ただそれを見つけきれなくて、途中からもう諦めたのか、15歳のルカ・ロメロを使ってみたらね、うん、まだ残留の可能性あるのにみたいな、そういったマネージメントもしちゃってましたので、なんでね、久保建英は今後ね、ビジャレアルに行って、そういった最適解を監督が早めに見つけてくれるのかっていうのが、かなり重要なポイントだと思います。まあ、今季5位だったんでね、ビジャレアルかなり期待できると思いますし、補強もね、かなりうまくいってそうなんで、なんでね、今後もしかしたらチャンピオンズリーグにまたビジャレアルが戻る、その中心に久保建英がいるっていうのは、あり得ると思います。心配なのは、エメリがエメることだけだと思いますね。で、続いてですね、第4位のフェラン・メンディなんですけど、もうこっちが有名なメンディになってきましたね。もともとシティにね、バンジャマン・メンディっていうフランス代表の左サイドバックいて、で、レアルにも同じフランス代表っていうか、まだその時は代表じゃなかったかな。まあ、メンディが入ってきてですね、この左サイドで、なんか似た感じの選手かなと思ったら、このバンジャマンの方がパリピ・メンディで、こっちのね、フェラン・メンディのはもうマジメンディみたいなね、真面目なメンディみたいな感じで、守備の時のね、対応がもう全然違うんですよ。1対1粘り強いし、センターバック助けるポジショニングもできるし、みたいな。で、攻撃の時に、これはどっちもですね、いい選手なんですけど、ま、パリピメンディは左サイド駆け上がって、なんか怖い、すげえスピードのあるクロスみたいな。で、マジメンディのは内外走り分けて、ウィングのサポートをするみたいな。結構タイプが違うんでね。で、このね、タイプの違う選手なんですけれども、レアルマドリード入ったそのマジメンディの方はですね、そういったなんか監督にとってすごいですね、なんか重宝される。あ、ここはもう、マジメンディ置いといたら左サイド安泰だね、みたいな感じになったんで、マルセロが怪我した時とか安定感ない時に、このマジメンディ置いとけばもうなんとかなる感じで。ただ攻撃面でもっとね、内側とコンビネーションさせたかったりですとか、クロスの精度生かすみたいな攻撃をしたい時には、マルセロ使えばよくてっていう、まあ相手によってとか、コンディションによって使い分けられるので、なんでね、結構批判されがちだったマルセロの批判も結構収まるっていう、まあそういった効果もあったので、なんでこのフェラン・メンディの獲得っていうのはですね、レアル・マドリー、結構スター選手の獲得ばっかり取り沙汰されますけれども、めちゃくちゃいい補強だと思いました。なんでこのマジメンディがいて、マルセロがいるんで、ね、レギロンをセビージャにですね、まあレンタルして、それによって市場価値を上げて、めちゃくちゃ高い額での取引ができるような、そのぐらいね、市場価値上がったサイドバックになっていますので、こういった一個の補強が、このね、クラブに大きなお金をもたらすっていうところでもですね、この補強を取り上げさせていただきました。で、続いて最後3位から1位まで行きましょう。3位フレンキー・デヨング、2位イブラヒモビッチ、1位ブルーノ・フェルナンデスというわけで、まあこれね、3位が結構皆さんも予想できたんじゃないでしょうか。フレンキー・デヨングに関してはキープ力と運ぶ力、自分自身のキープ力があるんですけれども、キープするだけじゃなくて、そこからグイグイね、長い手足で、手は関係ないですかね、その場合、持ち運ぶみたいな、そういったことができますしね、ブスケツだったりジュルディ・アルバとか、まあいろんなね、ディフェンスラインの選手、ラングレとかいろんな選手と絡んでですね、ちゃんと溜め作って、このバルセロナのですね、支配率を上げるというような、まあそういったことをできる選手です。で、あとはですね、共有力が高いんですよね。バルサに入って生き残れない選手って、メッシとですね、パス交換できなかったり、メッシが戻してほしいところでパスできないんですけど、フレンキー・デヨングに関しては、メッシと、使い使われみたいな、そういうですね、すごく良好な関係を築けています。その辺なんかもう、ただのですね、うまいだけじゃない、頭の良さっていうのを見せていまして、で、帰りのね、飛行機の中でタブレットでね、試合の復習して、で、インタビューとかでもね、自分の、いいとこ悪いところ全部ね、つらつらと話せるみたいなところがありまして、ほんとセンスのいい真面目くんみたいな、そういう感じなんですよ。で、バルサに関してはね、昨シーズンまでやっぱりラキティッチがチャンピオンズリーグとか、めちゃくちゃ高いレベルのクラスになると、ちょっとプレス体制が低かったり、プレス受けてる時にボールの送り先がちょっと良くないみたいな、そういった現象ありましたので、その辺をね、フレンキー・デヨングで解消できるっていうところもあって、この補強自体はすごい良かったなって思ったんですけど、その後のね、監督交代とか、それ以外の問題が出てきましたので、フレンキー・デヨングのですね、この移籍のね、獲得の良さっていうのがですね、なかなか語られないなというふうに思いまして、こう取り上げさせていただきました。これに関してはね、もうフレンキー・デヨングの代理人の息子をバルサビーに入れるっていうですね、そういった
があの契約をすることによってもぎ取ったみたいな、かなり剛腕な感じの、うん、もうほぼブラックなんじゃないかというふうに、思ったりするんですけども、まあそこまでやって取るべきだった、そのぐらいのタレントだっていうところで紹介させていただきます。というわけで2位のイブラヒモビッチ、もうこれ喋る必要あるかなぐらいな感じなんですけど、ミランのですねオーソドックスな 4-2-3-1、あの、4バックでサイドバック上がって、そこにね、ボランチが状況によって降りてきて、で、2列目の選手が、イブラヒモビッチと入れ替わるように出ていったりとか、まあそういったですね、この 4-2-3-1 ベースにボールを持つチームがやる、そのオーソドックスな戦術にすごいハマる選手ですよね。あの、今の日本代表の大迫と役割近いと思います。前線で起点作って2列目の選手を生かすっていうところで、すごい近いなと思いまして、やっぱりこのチームがうまくいくために、ミランがうまくいくために、こういった前線で起点が、作れて、なおかつ押し込んだ時に、空中戦の強さだったり、テクニックで、サイドからのボールをですね、ちゃんと数字につなげられるっていうところで、非常に重要な選手でした。で、イブラに関しては精神的支柱。この選手がいればなんとかなるだろうというふうに思わせる力があって、それがね、あの、戦術とですね、合間見えて、このね、ミランのあの、ロックダウン明けのあの、勢いにつながったと思いますので、なんでね、イブラがただすごいってだけじゃなく、イブラと相性のいいチームだったっていうのもですね、一つの理由だったなっていうふうに思いまして、ね、この二つの効果がですね、これだけの爆発力を生んだっていうところで2位にしました。で、最後1位のブルーノ・フェルナンデスですね、ユナイテッドの 4-2-3-1 に必要なラストピースって話、まあ前したんでちょっとざっくり話しますと、前線の選手、マルシャル、ラッシュフォード、まあグリーンウッドとか、まあ他の組み合わせの時もありますけれども、基本的にはそれぞれが結構セルフィッシュにプレーする選手の接着剤になりましたね。で、ダイレクトに得点直結するセットプレーでですね、きちんとキッカーとしての役割を果たせたっていうところで、本当今必要だった課題を全部クリアした一発の補強っていうところでですね、これ、選ばせていただきました。そういったね、接着剤的な選手、ね、ユナイテッドエリクセン狙っていましたけども、エリクセンに断られて、このね、まあ同時進行してたんですかね、ブルーノ・フェルナンデスを取ったっていうところ、でこのねユナイテッドもたまたま取ったってよりやっぱりこの接着剤になれる選手が欲しいなっていうところでですね、あのブルーノ・フェルナンデスっていうのは本当ピタリと当てた補強だなと思います。でイブラ的な話で言いますと、精神的支柱っていうよりまあ司令官であり共感みたいな、こうピッチ上で接着剤になってお前あそここうこうこうっていう風にですね周りに指示しながら言ってるのが結構若手のワンビサカだったりグリーンウッドとかのですねポジショニングだったりですねオフザボールを良くして、でルークショーなんかもですねこうあの試合中に指示されたりね、ブルーノ・フェルナンデスがボールを持ってる時お前上がってこいみたいに言われてルークショーが頑張って走るみたいなシーンありましたので、このブルーノ・フェルナンデスの指示一個一個は教育になってたんだなという風に思いますと、今のユナイテッドのこのスールシャラのスポーツディレクター的な仕事でではいいですけど、指導者として選手たちのこの能力の底上げのところだったりですとか、この攻撃のデザイン性で微妙だったところがやっぱブルーノ・フェルナンデスで解決されたというところはかなりあると思います。というわけでこれねまとめとしましては、やっぱりチームの構造で一番機能していない部分に的確な補強するっていうのはまあ大事だっていうのはまあこれは当然ですよね。で今いる選手たちがですねこの一気にガラッと変われるようなそういった接着剤的な役割、やっぱ11人がそれぞれバラバラ動くんじゃなくて、これがやっぱりチームとしてまとまると強いですから、このまとまる時の接着剤役っていうのをできた選手がやっぱりイブラヒモビッチでありブルーノ・フェルナンデスでありまあ久保建英さんもそういった選手だと思います。なんでこういったねまああのそれぞれの選手の能力はいいけど、つなげてる選手がいないな、つなげる構造が、このチームとしてね戦術的にも作れてないなっていう時に、そういったね接着剤を投入するっていうのはですねかなり重要なことなんだろうなというふうに思いましたね。でそれが精神的な支柱がいないチーム、戦術っていうのはこうね可視化されて皆さんに僕も伝えやすいですけれども、精神的な部分っていうのはですねやっぱりチームに大きな影響を与えてるんですが、表にはなかなか見えない部分で、ただやっぱり戦ってる選手たちはですねそこの不安になる気持ちだったり大丈夫かなって思うところで大丈夫だって言ってくれたりですとか、そういったところをですね背中で見せてくれる選手ね、そういった選手が必要だと思うんですよ。そういった選手になれる選手っていうのがブルーノ・フェルナンデスだったりイブラヒモビッチとか、まあこういった選手たちだと思いますし、その点では当然久保建英っていうのはまだ若くてですね、まあ足りなかった部分っていうか、もうそこは求めちゃいけないと僕は思うんですけど、なんでねそのもう補強の効果っていうのをですね、ただ必要なポジションに必要な選手を当てるってだけじゃなくて、チーム全体の力を上げる補強っていうところで言うと接着剤役、そして精神的支柱役、ここが足りないチームにバシンとねその役が来た時にその補強の効果大爆発するなっていうところをですね今回気づきましたので動画に取り上げさせていただきました。というわけでいかがだったでしょうか。今度はですねワースト補強ランキングとかもやりたいと思いますので、よかったらコメント欄にですね皆さんが思うこの補強ね期待したけど良くなかったなみたいなですね補強あれば、書いていただければ嬉しいです。面白い動画だと思ったらいいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。バイバイ。